松井さんこんにちは。今回ね、出前館の利用ということで、これ便利 でしかもね、最近のこういったデリバリーっていうのは美味しいですよね。まあ、ですんでね、すごく利用することいいと思います。私今利用しない立場なんですけども、自炊をしてますし、まあなんせね、出前館がないんですよね、この辺ね。あの銀の皿ぐらいです、あるのはお寿司の。ですんで出前っていうのが非常に頼みにくいんですけども、あけどね、私の住んでるとこみたいな田舎になると、なんか個人商店のね、なんかしなびた喫茶店とか結構あるんですよ。昔ながらの昭和生まれので、お客さんいつも1人か2人みたいなね、まあ、ですんですごくね、安心して使えます。で、店によってはね、なんかね、その感染症対策全くなしってとこもあるんですよ。まあそれはそうですよね。だってその場所から出ない人ばっかりですから。あ、結構ね、そこで賑やかにやってるんですよね。なんかカラオケとかやってたりするんですよね。いいのかなと思いますけど。そして私の町でも、PCR 検査キット無料で配布がスタートしました。でこれからね、どんどん検査を受ける方いるのかなと思ったんですけども、いないみたいですね。なぜなら PCR 検査を受けて陽性だった場合、周りの人から離れないといけないから、だからそれだったら受けない方が、いいんじゃないかなっていうね、まあ身勝手な理由でお互いにそう思ってるんで受けないというね、最悪ですね。まあ PCR 検査がどの程度信用できるのかって問題もありますけども、だからこれがね、人間の本性ですよ。結局はね、恐れてる割には自分は何もしないみたいなところがあるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、ちょっとデリバリーの話を戻しましょう。デリバリーの話なんですけども、私ね、お店をやってる時にあるね、鉄則があったんですよ。それはですね、お客さんがオーダーします、店内で作るものもあるんですけども、当然ですよね、広島市内中心部ですから、いろんな出前があるんですよ。出前を取ることも多かったんですよ。そして出前っていうのは必ず持ってきてくれる人がいますよね。その人に私がいつもお店の割引券とかね、広告を持たして帰らせてたんですよ。出前来るでしょ、出前来て、出前がじゃあありがとうございましたって帰る時に、ちょっとこれ持ってってみたいな、会社に配ってみたいな感じでね、出前に行った出前ボーイが出前から帰ってきたら、出前に行った先の広告とか割引券を持ってきて、そのお店、自分のね、出前の元ですよね、作ってるお店の元にみんなで店に置くとか配るみたいなことするんですよね。要するに私は全ての機会が集客だと思ってるんですよ。出前すら集客だと思ってるんですよ。で、集客のために食事をね、オーダーしたみたいな感じですよね。ここから何が言えるのか、そして私がどんなことをしてきたのか、もう一回話しましょう、ちょっとね、松潤さんの動画の趣旨とは変わりますけども、ビジネスのことなんで、ちょっとね、ここで紹介させてもらいます。私はですね、NHK の訪問がありますよね。宗教の訪問がありますよね。時にはお薬、常備薬を家に置きませんかみたいなセールスもあると思います。いろんなセールスマン、住んでたらあります。多分東京でもあるでしょう。日本全国セールスの訪問ってのはあるでしょう。すべて私は受け入れて、話を聞いて、契約するかどうかは別なんですけども、なるほどね、と。そういう商品があるんですね、と。そういう契約なんですね、というふうにこと細かく聞きます。それこそね、時間によっては1時間話になることもあります。それで何をするかというと、逆にですね、私は速稼塾を運営していると、私の商品はこうこうだと、価格はこうこうだというお話をするんですよ。なぜするかと言いますと、それは集客に成功しているからなんですよね。人と会えばそれはもうね、集客に成功なんですよ。向こうから来てくれる、ね、訪問販売の方、これ集客に成功なんですよ。どんな集客をしているのかっていうと、表札という看板を出してるんですよね。ここに住んでますよと、セールスできますよ、声かけてくださいみたいな、そんな表札なんですよね。ただ久保と書いてあるだけですけどね。まあとにもかくにも、この家には人が住んでるなと思われれば、それはセールスに来る人いるでしょう。私の集客成功なんですよ。相手の話もよく聞くんですけども、ただこちらの話もさせてもらって、お互いにセールスをしている状態になります。で、それから訪問に来てくださった方の、例えばお弁当ならお弁当、買うでも買わないでもいいんですよ。その配達員さんは数ヶ月後どうなってると思います？そのバイト先からもしかしたら辞めてるかもしれないですよね。辞めてなくてもいいんですけども、お金の問題ついて回ってると思うんですよ。で、配達をしてるってことはやっぱお金稼いでるわけなんですよ。お金の問題稼ぎたいなと思ってるんですよ。ということはですね、速稼塾が売れる可能性があるということで、ことごとく出前の人にも売ってきたみたいな感じですよね。これは私がですね、店舗経営してる時に、従業員さん
のまかないとしての出前を持ってきてくれてる人に対しても従業員募集とかねそれからね我が社の商品はこれですみたいなねそんなセールスチラシをもう押し付けていたみたいなところから由来してます。ということで今回の結論ですけども、松井さんデリバリーサービス使ってるじゃないですか、ぜひねご自身の CD も宣伝していいんじゃないですかねというところでございます。うん、それも出前持ってきたらね、うん、あ、なんかあれでしょってウーバーイーツって音楽聴きながらこうやって持ってくるんでしょ、そうじゃないの、どんな音楽好きみたいな、いや僕もね曲出してるんだよ、もしくはお店のお店っていうかね、あのお家のドアのところにミュージシャン松潤みたいな感じがね CD 発売中とかね書いておくだけでも、おこの人ミュージシャンなんだっていうふうにね配達員の方が意識してくれるみたいなところがあるかもしれませんし、そこまでしなくても YouTube チャンネル絶賛拡大中みたいなね、そんな感じで QR コード貼っとくとか、私はそういう機会もやっぱこうチャンスにしてもらいたいなと思いますね。でそのためにはですよ、毎日弁当頼んでもいいでしょ、こうなったら毎日弁当頼むと同じところに同じ人が来ると、同じ人が来たらそれはさすがに覚えてくれてるでしょって感じですよね。という感じでね、あの出前すらも集客だというマインドセットでした。いってらっしゃい。